はようございます。ベトナムニュースホストの小森優也です。アシスタントの美香美奈美です。今日もベトナムをもっと身近におテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。はい、はい、私クリスマスシーズン、クリスマスシーズンにライブが、4カ所でのライブがあるんです。人気化したんじゃないですか。ちょっと人気出てきましたかね。だからあ、そうなの、そうなの。いやいや、そんなことないですよ。歌いたいなって言ってたら、じゃあ歌ってって言われることが増えて。来てください。では本日のニュースです。ベトナムの定年、女性が60歳、男性が62歳に引き上げ。はい、何年かかけて段階的に引き上げていきますよっていう話ですね。まあそもそもね、平均年齢もやっぱり日本より全然若いとはいえ、ちょっとずつ上がってますもんね、毎年。今の定年が女性が55歳で男性が60歳ですね、それが15年か20年くらいかけて上げていくみたいな話ですね。なるほど。いや、なんかちょっと高齢化社会を見据えてる感じがしますよ ね。高齢化社会と、そう、少子高齢化の問題ですね。そうですね。でそこで財政の話になってきて、やべえじゃんって、これ金回んねえじゃん、しょうがない、定年引き上げっていう話ですね。そう、どこの国も同じですよね。日本も同じだもんね。でなんかすごい組織化されてるところ、会社とか、会社として登記されてるようなところは分かるんですけど、なんかベトナムってそうじゃない仕事すごく多いじゃないですか。街でなんか宝くじ売るとか、まあ宝くじだから逆に年齢制限あるけど、そのまあなんかリヤカーみたいに引いていろんなものを売ったり、そういうのって定年とか、そういうのないっすよね。ないですよね。定年ってその会社を辞める年齢でもあるんですけど、年金もらう年齢でもあるんで、そこの問題の方が大きいですよね。だからなるべく年金もらう年齢をこう遅らせたいっていうのが、あの政府のお財布管理してる人の発想ですよね。ちなみに平均寿命自体もやっぱり年々上がってるんですかね。データ見てないですけども、上がってるでしょうね。健康状態良くなれば、そうね。だってそんな、あの年金の問題なんてね、ちょっと電卓弾けばね、エクセルで計算すればいつ破綻するかっていうのが分かるので、そうしないようにこういうお話になりましたね。はい、はい、そうだ、ベトナム少子高齢化は本当に進んでて、都市部だと日本よりもあの出生率低いです。え、そうなんですか。そう、それでもホーチミンなんか妊婦さんすごい多い気がしますけど、でもね、あのごとなんだっけ、合計特殊出生率 1.4 とかなので本当に低いですね。なるほど。そう、どういう統計なんだろうな、そのホーチミンの都市民、ホーチミンにの住民っていうことなのかな。だから田舎から来てホーチミンに住んでる人カウントしてないのかな、わかんないですけど、でもホーチミンはあの出生率低いですよ、マジで。だから少子高齢化のスピードもやばいですよ。あ、そうか、田舎で出産だけするっていうパターンもあるかもしれないって話ですね、今。あの住民票をホーチミンに持ってこれないんですよ、基本的に。だからその生まれたところにしか持ってこれないから、よくなんかスタッフがあの住民票取りに行かないといけないんですとか、手続きしないといけないんですとかって言って田舎帰るじゃん、はい、僕も結婚の手続き田舎でやったんですけど、だそういう人はホーチミンにカウントされないのかもしれないね。なるほど。それだと確かに少なそうな気がする、もうこの発展していってる最中の町で生まれて、いろんなやってみたいこともあってってなると、なかなか、ね、そうです、シティボーイシティガールは子供を産んでません、遊んでおります、遊びほうけております。仕事に夢中というパターンもありますか、ね、遊びほうけております。
で、そうね、だからベトナムでその少子高齢化が、進み始めてます。で、それはものすごいスピードです。だから年金始まるね。定年も引き上げだし。逆に少ない子供にお金かけるんで、教育産業とかも発達してますね。それがベトナムの構造です。はい、あ、ちなみに、そう、だからベトナムと比較して面白いのが、フィリピンとかインドネシアなんですよ。うんうん、ベトナムほど少子高齢化進んでないんですよ。うん、なんでだと思います？ね、フィリピンとインドネシア。そうそうそう。ま、街の発展具合はでもベトナムの方が発展してるっていう。いやジャカルタの方が発展しますね。あ、そうなんですね。で、GDP の農業はフィリピン、インドネシア、ベトナムと同じくらいなんですよ。5% から 7% くらいで毎年伸びてるんで、東南アジアで面白い3つの国っていうのはフィリピン、インドネシア、ベトナムですね。うん、なぜですか？宗教ですね。なるほど。インドネシアはイスラム教なんで中絶しないんですよ、基本的に。否認しないんですよ。できないってことですね。で、フィリピンもカトリックだから中絶ダメですよね。なるほど。基本的に。ということで、できたら産むっていう。なるほど。なんか、いろいろしっくりきました。そうです。なんか、ベトナムの人って、うん、ゲイの人も多いじゃないですか。はい。でも、あ、まあ、変な話、ね、カトリックだとゲイってダメ、はいはい、ダメじゃないですか。認めないですね。イスラム教は認めないですね。で、てか、なんかフィリピンよりもベトナムの人の方がゲイとかトランスジェンダーオープン率が高いなと思ったけど、そういうところにもあるんですね。あるのかもしれないですね。そうです。それがベトナムの現状です。はい、以上、本日のニュースでした。MCB からのお知らせです。 MCB では最近日本でのインバウンド番組も制作しております。はい、そうです。僕らやってるのこれ YouTube でやってるんですけど、これが本業ではなくて、僕らの本業はテレビの制作なんです。テレビ番組を毎週20本とか30本とか作ってるんですね。で、その中で日本の観光地の紹介番組とかやってるんで、もしご興味があればご連絡ください。はい、以上です。それではまた明日。バイバイ。バイバイ。Xin chào các quý vị khán giả đã đến với chương trình du lịch kỳ thú. Du lịch kỳ thú phát sóng lúc 22:45 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7.